は、宗谷です。はい、今回も NS50F の作業をやっていきたいと思います。これまでの作業でね、ちょっと動画が前後する部分が多かったんですけど、とりあえずハンドル周りも全部終わって、現在またタンクを取り外しております。その理由がですね、エンジンをかけてアイドリングさせようと思ったらですね、4000回転から5000回転ぐらいまで一気に吹き上がっちゃって、そのまま下がってこないんですよ。で、この間こちらのスロットルハンドルは交換したんで、これの取り付け方が間違ってないんだったら、もしかしたらこの車体側のスロットルワイヤーか、もうキャブレターか、どっか悪いんじゃないかなと、思いまして、今回ね、そこら辺をちょっと見ていこうかなと思います。やっとナンバー取ってちょっと遊べるかなと思ったんですけど、まだまだ終わりはないようです。というわけで、早速始めていきます。はい、というわけで、まあ各部をちょっと見ていきましょう。とりあえず、なんか症状的にスロットルワイヤーが引っ張られてるような気がするんですよね。一回ここをちょっと切り離してもう一回エンジンかけてみようか。なんかね、やっぱなんか引っ張られてる感あるんだよな。これね、アクセルワイヤーをフリーにしました。これで、引っ張られる状態ではなくなったので、この状態でエンジンをかけてみましょうか。はい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 、はい、当たりですね。原因はアクセルワイヤーだったようです。では続きまして、本当の完成はね、まあ、まだまだ先なんですけど、改装のまあ主な部品交換の最後はですね、こちら、はい、チャンバーをですね、変えていきたいと思います。こちらのチャンバーは MBX50F の純正チャンバーです。このね、見た目が結構気に入っちゃって、あ、カフェレーサーにちょうどいいなっていう形をしてたんで、今回ね、頑張って MBX50F のチャンバーを見つけました。でね、MBX ってやっぱヤン車仕様が多いんで、純正チャンバーも中のサイレンサー抜かれてることが多いんですけど、これはちゃんとサイレンサー入ってます。やったね。というわけで、こちらをですね、今ついてるこの横田の車体チャンバーから、交換していきたいと思います。こちらの横田のチャンバーはもうヤフオクに出しちゃうかな。ただこのチャンバーもですね、普通に本付けとはいかないんですね。フランジ部分はですね、 MBX50 は NSK のエンジンと一緒なんで普通にポンとつくんですけど、マフラーをまあ取り付けるステーがちょっと場所がだいぶずれてるんで、これを切り落としてまた別のとこに取り付けるという作業をやっていきたいと思います。まあ、この先っちょにね、ほらなんか白い塊ついてるんですよ。なんだろうね、これ。これも全部きれいにしてしまいましょう。はい、というわけで、こちらが外した横田のチャンバーです。お、結構いい感じですね。ステーは、NS50F と MBX50F だとこれだけ、まあ、離れてますね。でも純正のステーに比べて結構ちっちゃいステーで済みそうですね。これだけあればいいので、ちょっと余ってる鉄板を使ってちゃちゃっと作ってみたいと思います。というわけで、ステーのベースができたので、これをね、ちょっと鉄板切り出していきます。
はい、ずっと気になってた白いものはですね、マフラーパテでした。ここにね、穴が開いてます。あらら。というわけでちょっとこれもね、溶接しちゃいましょう。はい、とりあえずもともと付いていたステーをカットして、でここに、あっち、ここのフランジの付近に穴が開いていたので、それを、溶接修理しました。取り付けれるようにはなったんですけど、ちょっとねカラカラ音が鳴ってるんで、一回ここサイレンサーをですね外して中を見てみたいと思います。おっと、サイレンサー入ってると思ったらこれだけついてましたよ。中は抜いてますね。あ、しんど、いっぱい入ってるじゃん。サイレンサーついてなかったんですけど、とりあえず中でカラカラ言ってたのはカーボンでした。パイプユニッシュをね中に入れて1日放置しとったらカーボンもね取れるみたいなんですけど、一応こちらを先に塗装しといてからパイプユニッシュやって取り付けをしておきます。では先にちょっと塗装しましょう。はい、というわけで早速塗装をやっていきましょう。使うのはクレの耐熱ペイントコートです。マフラーをねつけたんで、ちょっと焼きを入れようと思ってエンジンかけたんですけど、回転がねボコついてダメなんで、ちょっとキャブ外してみたら、いやもう真っ黒ですよ。というわけで買っといてよかった。はい、新しいプラグです。というわけで今回の動画はここまでとなります。今回はですね、スロットル周りのちょっと原因調査でもしようかなと思ってやってたんですけど、すぐに解決しちゃったんで、ずっと温めておいた MBX50F の純正チャンバーを流用していました。 MBX50F のチャンバーって純正の状態で結構カフェレーサーっぽい形してたんで、試しに流用してみたんですけど、いやーかっこいいですね。で、実は今日もナンバー取ってきたんです。で、さっきキャブ調整もねちょっとやったんで、試走してみて気になる点があったんですけど、どうもですねキャブレターの調子がちょっと悪いみたいで、5000回転ぐらいでどうしてもボコついちゃうんで、一回キャブレターのオーバーホールちょっとやっちゃった方がいいかもしれないですね。というわけで、とりあえず見た目の外観は大方完成しましたんで、次回からはキャブレターのオーバーホールと、こちらのタンクの塗装、そしてここのサイドカウル
まだね仕上げてないんで、これらをですね、作業をぼちぼちやっていきたいと思います。というわけでまた次回もご覧いただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。